皆さんこんにちは、ケンです。今日は静岡県の浜松市に来てます。浜松市に来てるということは浜市をしたいと思ってます。前日雨が降ってましたので路面は濡れてる状況です。グラベルロードで約70キロ走っていきたいと思います。初めてなので楽しみです。それでは行ってきます。最高のお天気ですね。なんか忘れてるなと思ったら手袋忘れました。ミスった。浜市は事前に下調べは少しだけして距離と獲得標高なんですけど、距離は67キロ獲得標高は300メートルぐらいだったと思います。なので結構初心者向きかなと思います。うなぎ屋さんがありましたね。そうか、浜名湖といえばうなぎか。あとうなぎパイ、うなぎ食べてえな。今三尾尽くし橋って書いてありましたね。最初は橋渡るのかな。ブルーライン消えちゃったんですけど合ってるんかな。まあ適当に走ればきっと見えるでしょう。おお、めっちゃいいやん。いやー、五条木の甲斐がありましたね。めっちゃ綺麗。まあ前日雨だったんでちょっと濁ってますけど、それでも綺麗だと思いますよ。こりゃいいわ。もう5キロ時点でいい感じ。なんか左の方が綺麗そう、景色良さそう。あ、奥に看板あるな。左っぽいんだけど、公式の浜市はもうちょっと先行ってから左曲がるかな。とりあえずまっすぐ行きます。あららら、多分左が正解だったかな。どっかで間違えたね。曲がろう。絶対一番違うと思うけど曲がろう。あららら、よし一回戻ろう。住宅街来ちゃった。あーそこっぽいな。なんかここに今見えるんですけど、あの学生さんが右だから、ここに自転車、ここか。いやーここっぽいな。これかな。すごいすごい、なんかあれですよ。なんかほら、あのアニメとかに出そう。写真撮っとこうよ。写真今日はね重たいけど持ってきましたよ。これクソ重てんだよ本当に。今から三尾尽く橋を目指します。観山寺サンビーチがスタート地点ですね。今日はね、このトレックさんに提供いただいたデイライトを使いたいと思ってます。デイライト、ね、実はこの走り切った後はホテルとか泊まらず、
キャンプしたいと思ってます。なるべく密を避けたいので、お風呂も多分行かないと思います。シャワールームを使いたいと思ってます。それでは行きましょう。今写真撮ってたら学生さん、おはようございますって挨拶してくれました。なんかちょっと今住んでる地域ではありえないことなんですけど、すごくいい教育なのか、いい環境なのか、ここら辺で育つとすごくいい子になるんでしょうか。いやもう挨拶ってすごいよね。できるってすごいよね。知らない人だもんね、マジで。変なやつだからね、なんならサングラスかけてやばいやつです。ちょっと感動しました。ここら辺の高校だと思うんですけど、すごくいい生徒さんたちですね。ちょっと上から目線ですいません。はい。焦らずゆっくり行きましょう。おまちゃりにペース合わせます。地図があった。やべ、現在地がわかんねえ。どこだ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 。おはようございます。すれ違う人全員に挨拶されましたよ。まっすぐ。あ、左だ。左だ。こっちか。ここ、ここトラップだな。ここ左、ここ左、ここ左は予想外。え、左、左、いやでも左だよな、左、多分左や。左回りで生きてるので、玉名湖が左にあれば正解だと思って進めばいいか。なんか今公園って書いてありましたね。目的地公園らしいです。なので合ってるのかな。で、これを、あ、こっち、こっち、なるほど。おい、よし。いやでもサイクリストと合わないな、さすがに。今全然普通の平日なんで合わない。ここら辺からスタートして、こういう風に、今ここら辺ですね。まだまだありますね。その記念公園はちょっと通り過ぎちゃって、次は浜名湖サービスエリア。浜名湖サービスエリアですね。今7時55分。距離は14キロぐらい。そろそろ、モーニング食べたいですね。いやもちろん朝パン食べてきたんですけど、お腹空いちゃって。もう伝わらないと思うんですけど、すごく水が澄んでますよ。綺麗、めちゃくちゃ綺麗。モーニングしたいって、この愛知県民の感覚で言っちゃったけど、静岡もあるかな。7時オープンないかね、7時オープンか、もう浜名湖サービスエリアで食べるか。なんだここは。フラットパーク浜名湖 SA、下りの途中で曲がるとこがあって、そこを左折すれば
行けると思うんですけど、今回寄り道はせず行きたい。この浜名湖周辺でしか食べれないものを調達したいです。イルキャンポスターがあったんで寄ってみたら、イルキャンのアニメで出てきてるそうです。第2シーズンかな。私イルキャン第1シーズンしか見てなくてあんま分かってないんですけど、そうっすね、あそこのうなぎ屋さんもなんか聖地っぽいんですけど、スケジュールがタイトなのでゆるキャンの聖地巡りしたかったんですけどスルーします。最近ランタンもらったんですよ。ランタン、ルミノールランタン、写真コンテストで入賞してそのルミノールランタンをいただいたことをきっかけにゆるキャン、11巻まで単行本買ってアニメ第一シーズン見てってまではしてます。で漫画はまだね全部未開封、読む暇が全然なくて、そのルミノールランタンどうやって使ってるかとかも含め一回また時間できたらゆっくりと原作とアニメそして実写化見させていただきますので、ちょうど8時半だ。ここにしよう。はい、大丈夫です。はい、そうです。11時までお飲み物にティーチャーさんとオリーブオイルをお付けしておりますのでご利用ください。じゃあこれでお願いします。オリーブティーの方でホットで、はい、はい。ちょうど今8時半で小休憩取ってます。まあ水分補給と少し補給食このカフェで取っていきたいと思います。なんかオリーブオイル専門店らしいです。ぜひね立ち寄ってみてください、はい、オリジナルドリンクのオリーブティーホット、オリーブの葉を乾燥焙煎したちょっとほろ苦いほうじ茶のようなお味だそうです。と、まあ、11時までこういうサービスがついてるそうです、はい、めちゃくちゃさっぱりしてる。弁天島に寄りましょう。弁天島に到着しました。
したのが遠い。みずさん。それ地面にドンやっちゃったらダメでしょ。おお。マジシャン。すげえ。すげえ。間に合わん。間に合った。おおおお、すごいすごい。この肉はなんか思ったよりでかくなったね。俺オーストラリアでしか見たことない。はい。何これ？サクッと感が出てる。うまっ。うまっ。